こんにちは、すわしわすです。えっ、ー、と、引っ越しの件の進捗についてご報告します。あの、先日、あの、僕が悩んでいたウォーターサーバーの件なんですけど、無事にクーリングオフ成功しました。やったー。<laughs> なんか、メール送ったら、あの、そ そこでというか、1日2日後に返事が来まして、その、ま、その、クーリングオフ、受理しました、みたいな感じで、ま、契約撤回ということですね。申し込み撤回させていただきまして、あ、意外とこんなにあっさりしてるんだと思ってあ、あの、コメント、あの、先日のコメント、動画のコメント欄で、手紙届く前にクーリングオフしちゃった方がいいですよってコメントいただいたので、もう、あの、早速やってしまい、やって、やってしまったというかもう我慢できずに、 あの、っていうかもうメールを送らないともうずっと気持ちがモヤモヤして寝つけなかったんで、もうやっちゃいました。そしたら成功しました。ありがとうございます。なんか、でもなんかちょっとか、悲しいっていうか、ああ、そんなもんなんだなって思,う思ったのが、その、まあ、その引っ越しの、引っ越しのその手続きを進める中で、そのついでにその、そのウォーターサーバーの人から営業電話来て、同じ電話番号からね、フリーダイヤルからかかってきて、で、その、 その、そ、その時に電話やり取りして契約進めたのに、どうし、どうして急にクーリングオフしちゃうんですかみたいに来ると思ったんですけど、全然そんなことなく、まるで赤の他人かのごとくね、メールだけでクーリングオフが成立して、あ、結局なんか僕もそのね、一、もう一日に多分何十件もね、何十件も何百件も分かんないけどね、営業電話してるうちの一、一人に過ぎないんだなって、客の、まあカモ、カモリストって言うとあれだけど、カ,カモの一人に過ぎなかったんだなと思って、 うん、別に引き止められることもなく。まあ、要は向こうは覚えてないわけですよ。どこの、どこのドイツにその、ウォーターサーバーの営業電話かけて、ね、丁寧に契約手続き進めたかみたいな向こうはいちいち覚えてないっていうことですね。なんかそう考えると、あのー、別になんか後ろめたさとかちょっと罪悪感とかこっちもね、いちいち持たなくていいんだなって思いました。<laughs> そんなもんなんだなって意外とドライだなって世界は、世の中はドライだなって気づきました。 だから、こっちからさっさとね、さっさとあの、やっぱりやめますって1円も払いませんみたいな意思を伝えないとダメだと思いました。主体性っていうのがね、大事だなって思いました。はい、こんな感じで、えー、契約、契、え、約、ー、引っ越しはですね、引っ越しは、えっ、ー、と、えっ、ー、と、8月の1日までには、完全にその、この私物とか荷物を全部、その引っ越し先に移動させる感じで、あの、予定をしております。はい。まあ、それまでは、 あの、こ、こっちの今住んでる家と、まあ、行ったり来たりっていうか、うん、ちょっとそういう感じになるかと思いますね。二足のわらじじゃないけど、こんな感じで、そうそう、進んでおります。なんか向こうでは、その、光回線を、あの、引く予定なので、有線でね、その、こっちより、今、今のネット環境よりも全然、あの、高速でインターネットができる、できそうだなって、ちょっとワクワクしてますね。で、あとなんかその、電気が、その、 東京電力じゃなくて、なんかその、今電力自由化っていうことで、その、なんとか電気っていう、その、なんか、初めて聞く、初めて聞く電気会社、電力会社だったから、ちょっとそこも不安なんですけど、ちょっとね、料金がなんか割高みたいな噂を、まあそのネットで調べてて、見たので、まあちょっと高いなと思ったら、もう東京電力に変えちゃおうかなーっても、思ってますね。なんかもうめんどくさい、色々と <laughs>。あとは NHK ですね。あの、 今住んでるとこって、なんか、え、あの、ケーブルテレビとか衛星放送見れちゃうから衛星契約してるんですけど、その、引っ越し先は、あの、地上波しか見れないようにするから、あの、衛星契約から地上契約に変えたいですっていう、ここもあの、俺の交渉術というか、推しの強さが必要になる場面なので、ちょっとそこもね、あの、衛星契約高いんだもん。だから地上契約に変えたいんですよね。そう。なので、あの、前住んでたアパートは地上契約だったんですけど、なんかその時は、 あの、本当にその、ま、テレビ設、もうすでにテレビ設置してて、で、その中 NHK の人が来て、そのまあ契約してくださいみたいなの来たんだけど、その、 衛星、衛星、ここ、このアパートは衛星放送見れるから衛星契約でお願いしてるんですよって言われたら、え、映りませんけどって言われ、俺言って、で、その、で、本当に今テレビつけてたから、で、そのなんか BS っていうの切り替えたら真っ黒で受信できませんって言われるから、あの、見ますって、いや、受信できないんですけど見ますって言ったら、あー大丈夫です。じゃあ治療契約でいいですって言われて、何そ,そんな感じなんだって。<laughs> なんかこっちが、推しが強ければ、推しが強ければ別に衛星契約じゃなくていいみたいな、なんか,なんかその、なんでしょうね、推しが強い人に弱い。 って、え、なん、なんか適当だなって、そう、向こうもその <laughs>、営業が適当だなって、そんなに強制力ないんだと思ってじ。じゃあ、今、じゃあ、今回、これから、これから、その、引っ越し先での、あれも、なんとか俺の、その、推しの強さに、推しの強さを鍛え、鍛え上げて、なんとか地上契約に持っていきたいと思います。はい。で、その、営業電話、なんかしら、これからも営業電話いっぱい来ると思うんですよ。別に必要ない、なんかサービスみたいなの。で、そういう時に、その、 なんか、自分でいいなって思っ、いい、なんか、こういう、こういう態度、スタンスでいると多分いいなって気づいたのが、とにかく失礼なことを言って、相手をディスるっていうそのサービスを、<laughs> 必要ねえなとか、ああ、それ微妙ですね。ああ、全然魅力ないなとかって、こう、一人言でブツ,ブツブツブツ言っとけば、多分向こうも契約しないなっていうことに、この間気づきました。<laughs> その、そう、光回線以外でそのなんか、そのェ J コムのなんか勧誘というか、 来たんですけど、その、要はケーブルテレビの設置ですね。それもなんか、ああ、必要ないですね。まあ、いらねえな。なんかその速度、その、無線、無線 Wi-Fi の速度についても話、もらったけど、3 2 0ガとか言ったけど、ああ、遅いねーって <laughs>、こう、これ、俺がつぶやいたら、なんか向こうもちょっとこう、あ、ひこひこみてんだって、あ、こういうの大事なんだなって、もう、構わずもう失礼なことを言っちゃえばいいと、とことんディスって、あ、この人にはメリットないなって、相手に思わせることが大事だなって、思いました。 やっぱり客、客もね、その、客もなんかその、強気に出ないとなかなか営業電話って折れない、折れない、断れないっていうことに気づいた。まあ、それが自己防衛なのかなって。自己防衛、自己防衛ですよ。うん、大事だなって思いました。いい加減ね。まあ、その、もう僕もいい歳、いい歳の30代の、30代のお兄さんなので、 いい加減ね、その自衛というか自己防衛、自己防衛のね、ちゃんとスキルも、スキルというか、そういう能力をつけなきゃなって思いました。はい。そんな感じで、まあ順調に進んでおります。引っ越し。ああ、まあお金が心配だけど、まあなんとかなるでしょうって <laughs>。ね。頑張ります。ちょっと今あの、あのそのお金が心配だからめちゃくちゃ食費をね、抑えて頑張ってるんですよね。まあそれでも、この間もあの、ちょっと、あれで。 その、食欲に負けて、あの、フードコートでマック食べちゃったんですけど。まあ、それでもクーポン使ってね。あの、ポテト L サイズのクーポン、割引クーポン使って、ポテト L サイズ2個食べました。まあ、大好物なんでしょうがない。うん。そこは自分を喜ばせる方を優先させて、ね。まあ、それでも、あの、先月なんて俺、1週間に多分2回か3回外食行ってたから、それ <laughs> 外食行きすぎってレベルだったから、あの、今月はめっちゃ頑張ってる。全然外食行かないようにしてるから。 そういう感じで食費を抑えて、なんとか引っ越しを完了させないとっていう感じ。うん。そんな感じでね。頑張ります。ね。いや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 、頑張る。うん。話したいこと終わった。はい。そ <laughs> んな感じ。ではまたなんか雑談動画作りますんで。ね。あのー、よろしくお願いします。またね。バイバーイ。